Cette semaine dans Japan in Motion, nous retrouvons notre youtubeuse favorite Cathy Cat. Elle nous dira tout sur les régimes que suivent les Japonais et les étrangers. Et ce n'est pas tout. Nos nouveaux venus sur Japan in Motion ont décidé de tester pour nous un nouveau style de fitness utilisant le tambour japonais. Mais seront-ils à la hauteur? Ne manquez pas ce nouvel épisode de Japan in Motion. です。女性なら一度は気にすること。最近男性でも気にする人が増えてます。そうです、ダイエットです。私も今たい焼きにハマってしまって太っちゃいました。でへっぺろ。私もランニングやバナナダイエットやったんですけど、正直なところ全部三日坊主でした。ということで今回は日本人と外国人がどんなダイエットをしてるかどうか聞いてみたいと思います。まずは日本人にレッツアッシュジャパニーズ。Avec Cathy Cat, découvrez ce que pensent les Japonais. Let's ask Japanese. 3食を野菜ジュースとヨーグルトだけで置き換えて生活するっていうのは1週間だけなんですけど、ちょっと過酷なのをやったことがあります。わー、これ結構どうだったんですか？なんか辛そうなんですけど結構冬だったので体が冷えて冷えてずっと寒いって言ってカイロ張りまくってもう寒い寒いって言って、結局なんか多分代謝が上がってないのでなんか体には悪かったんだなってすごい思います痩せたんですか、その1週間で？少し痩せました。冷えてげっそりしてちょっと辛い感じではありますいや、今だったら自分の過去の自分のこのダイエットをおすすめしますか？絶対しないですねおすすめしないです。実はですね、はい、今日はみんなにダイエットについて聞いてるので。ダイエット？ダイエット、ダイエット今してますよ。してるんですか？はい、何のダイエットですか？食事制限をして、なるべく、まあ、茹でた肉と野菜を取るようにして、まあ、炭水化物は取らないようにしてますね。痩せたら何したいですか？痩せたら、まあ、とりあえずは彼女を作りたいですね。ぜひ、いいですね。頑張ってください。はい、頑張ります。今一番痩せたい体のパーツはどこですか？やっぱ顔ですかね。やっぱ顔丸顔なんで、まあもっとこんぐらいシュッとした感じで。いや、俺も結構ね大きい方なので。はい、自分はもう体のパーツなんか気になってるところあるんですか？自分はやっぱ顎とかちょっとあると思うんで、もっとなくしたいとかは思ってますね。もっとこの骨格をはっきりさせたいみたいな。はい、彼氏に振られて食べない、もうなんか食欲なくなってとりあえずひたすら眠る。おそれはどれぐらい続いてたんですか？1ヶ月ぐらいで、でも5キロぐらい落ちました。わー、やった。このままなんかもう食べなかったら超痩せるんじゃないと思ったけど、でもその後に元気取り戻してそれで一気に普通に食べちゃって7キロ増えた結局増えたじゃあ私が失恋して痩せてもう解決ならない。そう、最終的に増えますカメラの目から結構すごい痩せて見るんですよ。え、そうなんですか？なので、なんかなんでみんなそれ以上すごい痩せたがるなんだろうなってすごい思うんですけど、モデルさんの影響かな。なんか読者モデルとかもいるし、一般の子でも全然細い子いっぱいいるから、なんか周りがそうだから余計に、あ、痩せないとかもって思っちゃう。ですか、なんかメンズはどうですか？プレッシャーあるんですか？男の人のモデルも今本当にみんな細い、もう爪楊枝みたいな細さやけん結局もう目標とか憧れがそれになっちゃって、売られてる服もそういうモデルが着るような細身しかもう売ってないし、結局至る所はやっぱ細さみたいな。じゃあこれで全ての質問でした。ありがとうございます。ということで、カティ以外みんなダイエットしてますねでも体が冷えてしまったり、リバウンドしてしまったり、失恋したり、マイナスなところもあるかもしれませんね。でも恋人作るためポジティブな目標があるといいかもしれませんね。私も本気でダイエットしたい時には可愛ルリタファッション着れるのをイメージして頑張ってます。三日坊主ですけどね。それでは、外国人はどんな方法でダイエットしてるのでしょうか？後半もお楽しみ。じゃあ、メッセージ。大輝ゆうあのただいま修行中。イエーイ。
来ました。皆さんお気づきでしょうか。こちら気づきましたか。大輝優愛のただいま修行中ということで、こちらはなんと前回僕たちが書道で書いたものがタイトルロゴになってるんですよ。イエーイ、かっこいい。感動。Et oui, ça y est, la calligraphie qu'ils ont réalisée la dernière fois sert maintenant de logo à leur rubrique. Chaque fois qu'ils le verront, ils se souviendront avec émotion de leur début. Nos deux amis se trouvent aujourd'hui à Aoyama, le quartier de Tokyo à la pointe de la mode. 今回は体を動かすということで、ゆあちゃん、運動得意？得意じゃないですね。得意じゃないの？得意じゃないですね。見た目すごいできそうな感じするけど。できそうですよね。できないです。できないかい。え、じゃあさ、腕立て伏せとかやってみてよ。腕立て伏せですか？できる。Voyons voir un peu si Yua est capable de faire des pompes。いきますよ。あ、でも。ギブ？ギブですね。嘘。Une seule pompe ? Ça s'annonce plutôt mal pour la suite du tournage. Aujourd'hui, nous allons faire quoi ? Nous retrouvons Daiki et Yua à Taiko Lab Aoyama, situé à 4 minutes à pied de la station de métro Gaiemae. Taiko Lab est le plus grand centre de formation au monde de Taiko, le tambour japonais. Taper sur des tambours japonais est vraiment ludique. Et en plus, c'est bon pour la santé. Cet endroit remporte de plus en plus de succès, auprès des Japonais bien sûr, mais aussi auprès des étrangers. Konnichiwa.こんにちは。先生、こんにちは。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 よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。C'est Monsieur Ishida, professeur de tambour japonais, qui formera nos amis. ここでは、太鼓を使った日本発祥のエクササイズを体験できるっていうのを伺ったんですけど、はい、どんなエクササイズなんですか？はい、ですね、太鼓ビクスと言って、太鼓ビクス。そう、和太鼓と、あとはこう足を動かすね、こうエアロビクス的な要素をこう融合させた新感覚のフィットネスになっています。そうなんですね。Daiko et Yua vont pouvoir relever le défi du Taiko Bix, un nouveau style de fitness qui allie aérobic et taiko. フィットネスと、まあ、太鼓と、まあ、たまたまちょっと出会う機会があって、うん、で、まあ、融合したらすごいこう面白いものができるんじゃないかなっていうところからこうスタートして、今ではもう本当にたくさん の女性の方がメインなんですけど、うん、健康のためだったりとか、うん、太鼓打つともうそれだけでストレス発散になったり、うん、太鼓打ちながら全身使うっていうのがすごい楽しくて、うん、好まれてますね。Les différents déplacements et mouvements de frappe font travailler les muscles du tronc mais aussi les muscles profonds, d'où son succès. 僕はこの鳥細くて筋肉つけたいんですけど、いいですかこの太鼓に、太鼓いくつに。太鼓めちゃめちゃ効きます。本当ですか？でも先生ムキムキですもんね。ムキムキですね。太鼓筋です。太鼓筋なんじゃないですか？全然鍛えなくてよ。筋肉欲しいです。ということで、それじゃ早速実際にやっていきましょう。やっていきましょう。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。Pour commencer, les mouvements de base。じゃあまずこのキノコです。バチというんですけど、バチの持ち方ですね。はい。下から1センチくらいちょっと開けときましょう。で、基本はねもうグーで握っておきます。はい。で、思いっきり握っちゃうと。これね、力入ると腕って動きにくくなるので、できるだけ楽に持っておいてください、うん、で、手首とこの肘と肩、関節この3つ使っていくので、はい、この3つができるだけ柔らかくね、動いていくっていうのがまず1つ、うん、持ち方はこれだけです。すごい簡単ですね。簡単ですね。これだけで楽しいで、次いきます。じゃあまず太鼓から大体ね、バチ1本分ぐらいちょっと離れてみましょうか。でそこから両足を広げていくんですけど、
自分の肩、ね、自分の肩幅よりも1歩2歩、まあ、3歩4歩ぐらいしっかりと広げていきます。少し腰を落とします。腰を落として体重を真下に落としてあげる、うん、そう、そう、じゃあこの状態で少し、ね、上下に動いてみてください。もうすでに太ももが悲鳴を上げ始めてますこういう風にあの足も使っていきます。膝を曲げるんじゃなくて腰を落とす。あ、もう私あの引き締めたいので結構今来てます。もうこれでも100回いきましょう。100回ですか。叩きたいです。この時に、じゃあ大輝くんはもうちょっと後ろに下がりましょうか、はい、身長も大きいので体が今まっすぐなってるのをちょっと前傾、はい、そうそうそう、うん、いいですね。なんか硬い感じが。硬いですか。硬くて爽やかな笑顔。硬いで爽やかな笑顔。プラマイゼロ。で、じゃあまずね右手を上げます。でこの時にこうバチがね後ろに行っちゃうと太鼓の見た目も大事なので、うん、ちょっと前に残しておきます。じゃあね真ん中に思い切り打ってみましょうか、はい、それじゃあ左手もいってみますよ。それでもね、ポイントはこの肘の力を抜いてあげるっていうのがポイントなんですよ。一番この最短距離を落ちていきたいのでこの肘を、うん、どうですか。もうやる。今こうねひろちゃんの方はあの打つ時に太ももがこう前に出ちゃってちょっとお腹がこう力が抜けちゃうのでお腹に少し力を入れて真上から真下に落とすように意識するともうちょっと音が出る、はい、いろんなあの思いをぶつけてください日々の発散を。16年の思い。16年の思いいきます。大きくなった。なんかあったな。なんかあるんだなきっと。どうですか。右手と左手で多分全然力の入れ方というか多分感覚違うと思うんですけど、なんか右利きだからかすごい右の方がやりやすくて、うんうんうん、左はなんかヒューンみたいなすごい力がボンって抜けます。別の人の手みたいな。なります。やっぱりそれぐらいこう日々ねどうしても使わない動きなのでこれはしょうがないんですよ。でもやってくると自分の体の一部としてちゃんとコントロールができるようになる。大輝くんも言ってみましょうかね。やっぱり真ん中の方がいいんですか。そうですね、真ん中だと一番音は出てくる。日々の発散をここでぶつけてください。センスいいんじゃないですか。いい感じ。センスいいですよね。音が大きくなったんですけど、どんな思いでやったんですか。どんな思いでやった。日々の何かをぶつけましたか。日々の何か。ストレスとか。でも僕ちょっとでもかっこよく見られたいので、かっこよく、かっこよく、かっこいいようにやったら音が大きくなった。プラス maintenant un petit entraînement。じゃあね今度はドン、ずっとね少し長い時間打ってみましょうか。はい、ね、でその中でこう自分のいい音を探していきましょう。いい音、うん、いきます。1,2,3,4,5。そうレッ、
生腕がなんか動画とかで見てるとき、なんか皆さん簡単に言ってるじゃないですか。意外といけるんちゃうって思ったけど、こんなに疲れるんですね。そうなんです、実はハードですね。めっちゃハードハードです。すごい汗が止まらない。今ね、太鼓ビクス通っていただいてる方ね、こういうのね20分ぐらいやります。20分まあ、もちろんあのリズムもゆっくりにしたりとかってするんですけど、基本的にそれぐらいずっと打ちながらちょっとこう体を温めて。腕が吹っ飛びそうです今。La prochaine fois, Daiki et Yua pourront s'essayer au Taiko Bix à proprement parler. Mais est-ce bien raisonnable? Il faut mettre un niveau méga. Nos deux amis ne sont pas sportifs pour un sou. Et question sens du rythme, c'est pas vraiment ça. Seront-ils de taille pour ce qui les attend? Ne manquez pas la suite pour le savoir. Welcome back! さあ、後半では外国人の方にどんなダイエットをチャレンジしたことあるのか聞いてみたいと思います。私も今やってるリンゴダイエットやめたいです。もっと効果があるダイエットやりたい。私が今までやったダイエットはキャベツスープダイエット、炭水化物抜きダイエット、豆腐ダイエット、まあとにかく行ってみましょう。 Let's ask foreigners in Japan. Et maintenant, place à l'interview des étrangers. Let's ask foreigners. Yes, if I am very hungry, I will not eat everything. Nothing, eat nothing, yes.So not everything, just a little bit or nothing? Nothing. Nothing? Yes. For how long can you eat nothing? Maybe after lunch I eat nothing. Only have breakfast and lunch? Yes, yes. No dinner? No dinner, yes. Oh, how long can you do that? 1 year. 1 year? Yes. Wow, is that why you're so skinny? Yes. Ah, so no dinner. No dinner, yes. But what do you do when you get very hungry in the evening?Water, just water. Mm-hmm. And go to sleep. Go to sleep. Yes. That's a good point, actually. Very hungry, just to sleep. Yes. Wow. I have a baby. Oh, you had a baby and you lost after the baby? Yes. Oh, is that why you went on the diet? Yes, yes. I've done something called a 6-week body makeover. And basically the object, like the whole...reason for that was to it spikes your metabolism, so it actually helps you lose weight. Mm-hmm. But at the same time, it does it a healthy way. You eat like 6 or 7 small meals a day and specific types of foods for each meal. Did it work? Yes, it did. Ooh, so how long did like the good effect carry on, or did that just carry on from there on, or did it only last for a year? Or as long as you keep with about the same amount of food per meal and you eat relatively like 5 to 6 times a day, it actually stays for a very long time, because the object is to spike your metabolism, so you lose weight and you stay continuously losing all the way up until like obviously you hit your happy medium with your body, and at that point in time you just kind of even out. What do you eat during those meals? Is it something specific? You mentioned it has to be specific things. Mm-hmm. For the first 2 meals of the day, it's protein and some type of fruit, preferably berries or citrus fruit. And then for the third meal of the day, which is around lunchtime, is protein, vegetables, and carbs. The fourth meal is carbs and protein. And then the fifth meal is protein, vegetables, and carbs again. And then if you're hungry right before bed, usually some type of citrus fruit. Citrus fruit as the last meal, because it helps you digest it better. Yeah, it metabolizes fast and it helps your digestive system at night. Right. What made you want to start that diet? I gained a lot of weight. All right. Yeah. Yeah, I gained a lot of weight and realized I was getting unhealthy, so. Can you keep this diet up now that you're traveling here in Japan? Oh yes, yes, there's a lot of very healthy things to eat in Japan. It's kind of hard to do in America because everybody's all about like large sizes of meals, but in Japan it's a lot easier to eat smaller meals. I might have to try that out. Yeah. Sometimes we do the 80-20% method, that is like 80% healthy, 20% eating a lot. 80% healthy, 20% eating a lot. What does that mean?
Monday till Friday, trying to eat healthy. Saturday or Sunday, just eat everything you want. Yeah. So, for example, how would that healthy week look at? Like, what would you eat during the healthy days? I love salads, all types of salads. I really love sushi also. I like fish because it's very light food. So, what areas are usually like your problem areas? For me, my legs. Yeah. My legs. That's the only problem. For me, my belly. I have tried to eat healthy. There's one thing I'm really curious about now is, do you have no sweets then, or just sometimes sweets? Sometimes I like chocolate. What about like cakes and stuff like that? I eat cakes, but I try to bake them myself, not to buy. Yeah. Why do you bake them yourself? To cut out all artificial ingredients which are put into the cakes you buy in the shops. So do you also then bake with less sugar? Put half of the dough, and sometimes it works. I think I learned quite a lot this time. Those actually were our questions already. Thank you so much. Thanks. Thank you. なるほど、アイシーアイシー。とにかく外国人の方はダイエットをヘルシー、健康的にやってると思いました。もともと英語のダイエットは規則正しい食生活や健康療法という意味です。体壊しちゃうと本末転倒ですよ。私も今年の夏、江ノ島ビーチで水着着れるように頑張りたいと思います。次回も面白いトピックスいろいろ聞いてみたいと思いますので、お楽しみ。バイバイ。 See you.